前田殿も。毎度岩本でございます。今回の動画は、6月30日エスコンフィールドで行われました、ファイターズ対バファローズの試合お届けしたいと思います。結果5対1、バファローズの勝利、ファイターズは惜しくも敗れてしまいました。先発ピッチャーは、もう両エースと言っていいですよね。山本由伸バファローズ、そしてファイターズは左のエース加藤貴之だったんですけども、まあ山本は山本のピッチングでした。強かった。ストレートも変化球もキレの良さと、でなんていうのかな、勝負どころのボールの選択、キャッチャーとの息も当然合ってるし、あのしっかりとクオリティスタート、いやいやハイクオリティスタートというのが言葉が当てはまる投球でしたね。さあ加藤ですけども、今日5回投げて72球で8安打三振が1つでフォアボールが1個で、結果5失点で5回でマウンドを降りました。これね、僕見てて今日感じたことは、これはね、あの加藤の調子がうんぬんかんぬんではなく、バファローズが、すごく加藤の攻略で時間を費やしたのがすごく伝わってきましたね。初球というよりファーストストライクへのコンタクトで、加藤は圧倒的にフォアボールを、もうフォアボールが少ないとかのレベルじゃなくて、フォアボールを出さないピッチャーなんですよ。で、そのピッチャーに対して打者たちが、やっぱ例えばベース板を半分に割って、右バッターが外はストレート系とチェンジアップ系、フォーク系とかで、インサイドだったらクロスボールと、あとスライダー系、曲がる系ですよね、クロスファイアのストレートと、そういう割り切った考えからなのか、ファーストストライクからバンバンバッと出した、この印象が強かった。なので、やっぱこれだけコントロールいいピッチャーに対してのアジャストとは、がすごく今日は功を奏したバファローズ打線の姿だという試合だったんですよね。まあ3回なんてそうですよね。あの、ゴンザレスがレフトに2塁打打って、で、若月が送りバント。で、広岡もサードゴロで2アウトまで行ったんだけども、あ、中川圭太が、やっぱ、球種も絞りながら、うん、ポイントを前に置いて、あの、打たされるのではなく、しっかり打つ。で、打ちに行っても、加藤の術中にはまるし、じゃなく、引きつけて、頑張って引きつけてるけども、打ちに行かなきゃいけない。もうその狭間と戦いながら、打ち返してるバッティングは、これ先制のタイムになったと思うね。ほんで、まあ、中川圭太がいいタイムリーを打ったというのもあって、三遊間にね、次のバッターに対する加藤のちょっとだけアウトの取り急ぎがあったんじゃないかと言ってしまう大城のツーランホームラン、ワンツーから追い込んでるんですよ。追い込んで仕留めに行く球にしては甘い、加藤貴之にしては甘いと。彼の投球能力、ピッチング能力からすると、あれはもうシットコントロールミスに値するぐらいなんですよね。うん、ワンツーと追い込んでるんであれば、あそこはやっぱストライクからボールになる球をしっかり投げ切る。で、仕留め切るというね。で、最初してね、このイニングを終わりたいところを、やっぱ、ふと甘く入った。うん、あれなんだろうかね、ストレートではなかったね。チェンジアップ？スプリット？なんか半速球に見えました。それを、大城がね、しっかり踏み込んで左中間ですから、いかに今加藤が相手打者打線に対して怖さを植え付けることができずに、このピッチャーコントロールがいいから、例えばデッドボールもやってきにくいし、いろんな意味でバッターたちが割り切ったゆとりを持ってバッターボックスに立ってるんじゃないかなと思ってしまいました。まあその大城のホームランは特にそれを感じさせられましたよね。ほんで、こう4回の表も、2アウトランナーなしから、若月のセカンド悩んだ。うん、あれも難しいバウンドやってね、最終バウンドちょっとイレギュラーしたからね。ほんで、そこから珍しくフォアボール。で、中川圭太がライト線に左ピッチャーの、こう、あの、入ってくる角度のボールを右方向にしっかり捉えたという。まあこれはね、その前の打席でタイムリーを打っているから、中川圭太が、これまたまたしっかりと心にゆとりを持って、左ピッチャーに対して対策ができたということ。ということは加藤は今日は対策通りにやられてしまったということも当てはまるかな。まあ、やられたって言ったら申し訳ないけども、あの、オリックス打線がしっかりとミーティングを行い、加藤貴之に対する研究に研究を重ねて、傾向と対策の対策が功を奏したっていうような、3回4回の得点のシーンに見えたんですよ。で、今日の加藤全般で言うと、入り球とファーストストライクの取り方が、伏見とすごくミーティングを行った上で対応してるんだけども、それをすごくバファローズ打線がお互いこういう研究してる中でね、左ピッチャーとは、加藤貴之とはという、その対策を、しっかり行動に移し、結果が生まれたので、試合の前半でね、そうだそうだ、こうやって加藤を攻略するんだという、打者たちの心理になったんじゃないかなと思うんですよ。これ難しいとこやね。まあでもね、点でバラバラでコントロールが効いてないとか、そういう状態の加藤じゃないので、次回、
バファローズと対戦した時にはそれを逆手に取るようなね、今日はちょっと全般的に追い込んだ後に甘く見えた、これ打たれたからね。それとファーストストライクの取り方がなんか相手打者が待ってましたっていうようなボールが多かったように感じたかな。5失点で自責5っていうの加藤、これ珍しいですよ。でその後生ため2イニング必死に投げてたね。前回悔しいマウンドだったんで、もうどうにかしようという気持ちが出てました。でいいトピックスで言うと、山本拓実、いきなりヒットこそ打たれましたけど、味方のファインプレーのダブルプレーでまたまた表情も変わり、結果3人で、そのイニングを0点に収めることができた。移籍してきて初めてのマウンドって緊張すると思います。そこで今日結果がついてきたことに、山本の今後の、マウンド上での活躍っていうのは見込みがいいですよね。もう早々と郡司と組ましたバッテリーを、新庄監督が明言してるんで、その試合も楽しみですよ。福田もアウトを重ねるたびに良くなってきましたな。さあ打つ方のトピックスで言うと、今日浅間大輝が、怪我から、復帰復活でバッターボックス入って三振三振と、なかなか思う結果がついてこなかったけども、今日タイムリーを打った。山本由伸から唯一得点をした、あのタイムリーのバッターボックスの集中力はすごかったね。もうアウトコースにビンビンにボールを並べてきてたんですよ、山本が。山本由伸がずーっと、ほんでフルカウントになってからもファールファールで結局10球以上投げさせた中で、これはね本当我慢比べ、もう根気比べなんですけども、最後の最後にふわっと甘く入ったあれカーブかな、縦のスライダーかな、本当にもうその打席の中でそのボールしかなかった甘く入ったボールを見事にライト線に捉えたと。あのまま打ち取られる、もしくはフォアボールになったとしても、今日の試合は浅間にとってはストレスを残してしまう試合になったと思うんですよ。というのはもういきなり三振スタートやったから、三振三振でセンターフライで次にライト線のタイムリースリーベースヒットなんでね、三振三振センターフライで次も結局出塁できなかったら、まあ、4打席ノーヒット、フォアボールが入ったとしてもね、なんかモヤモヤが残る、俺ってほんまに復活できたかな、復帰はしたけど復活できたかなっていうようなね、そんな試合になったんじゃないかと思うんですけども、いいタイムリーが生まれて、でもう明日から次の日の試合からでも自信満々でバッターボックスに立ってくれるんじゃないですか。後の打者たちはもう今日は山本由伸にコテンパンとは言わず、なんか山本通りの投球でひねられたかなっていう感じかな。もう一人、そう山本拓実もそうだけど、今日ねスタメンで2番 DH 郡司優也、郡司が出て、この選手もそうですよ、山本と一緒で移籍してきて、さあどんなバッティングを見せようかと、でファームで右方向にホームランも打って、宇宙間にね、でバッティングを買われて、本人もバッティングアピールをしたいということで一軍に上がってきた。そのバッターがもういきなり山本由伸の初球をセンター前でしょ、これねファーストストライクから行こうと決めてたんだろうね。本当にシャープなスイングで結果が出たことに、彼がどんどんアピールしたいことがこうもっと明確になり、でゆくゆくはマスクをかぶっていいリードをした時には、これまたファイターズキャッチャー争いが、キャッチャーのポジション争いが大変よ。まあキャッチャーのポジション争いが激化した時のチームも強くなるんでね、そのあたりは期待を寄せたいと思うんだけども、で郡司見てるとね、今日センター前もそう、で右方向にねライト大飛球のフライとかもあったんだけど、宇宙間の方に。スタイルで言うと谷地もいろんな打席を任せられ、で代打の出場もあったりして、コンパクトなスイングで最後右方向にもヘッド走らすために、右足のスライドを入れて体をツイスト回転させる、そういうスタイルを持ってる選手だから、すごく同じような右方向にも右足を最後スライドさせて体のツイスト回転を使ってカチンとヘッドを走らす能力を持っています。なのでセンターもそう、で時折球種絞ってポイント前に置いてレフト方向に強い当たりも打つ、で右方向でも思いのほか打球が強く、打球が遠くへ飛んでいく打者じゃないか、そういう印象を受けましたよ。でそうやって振り返ると、ファームでも右方向にホームラン、今日もセンターからちょっと右方向、で今度宇宙間ライト方向に大きな大飛球、ボールを長く見て、キャッチャーらしいですよね、ボールを長く見て最後ヘッドの走りを良くさせている打者、これね楽しみですよ。もうこれ結果どんどんついてくると、打順もいいところに、今日2番でまたいいところで入ってましたけど、もっといいところでポイントゲッターでも使われるんじゃないかというぐらい、今日はね山本由伸のナイスピッチングで負けた試合でした。でまさかの左のエース加藤貴之のね、まあいい言い方悪いけど、もうノックアウトされたその試合で、でもファイターズも明日以降の巧妙といえるトピックスが生まれてますんで、3連戦、初戦落としましたけども、土曜日曜勝利を収めて勝ち越し目指して頑張ってください。毎度おきに。